2024年9月27日金曜日対ルンピニー・スタジアムワン・フライデー・ファイツ81に出場が発表されていたタケルチーム VASILEUS の対戦相手が7月31日水曜日都内にて行われた記者会見で発表されたタケルの再起戦の相手はブラック・パンサー対パンサーはこれまでワンで4戦し 2023年3月のタギール・カリロフとの初戦では KO 負けを喫したが、その後は7月のモハメド・サデギにスプリット判定勝ち、9月のスリアンレック戦ではダウン・オーシューの激しい試合の末に判定勝ち、そして2024年7月のアリサルドエフ戦、両者ともフライ級リミットを超過してキャッチウェイト戦で行われた、では右ミ,ミドル、右ストレートで主導権を握り、 1R に左フックで2度のダウンを奪うと 2R に左フックを放ったサルド F のパンチの引き際に右ハイキックを合わせで KO 勝ちしているこれまでの4試合はすべてオープンフィンガーグローブ着用のムエタイルールで行ってきており KO 狙いの激しい試合をしてきたが今回はボクシンググローブ着用のキックボクシングルール従来通りの KO 狙いでいくのかそれともムエタイテクニックを使った蹴り主体の戦い方でいくのか タケルは2011年9月にクラッシュでプロデビュー2013年のクラッシュ・フェザー級初代王座決定トーナメントで優勝して王座に就くと2015年に K1 初代スーパーバンタム級王座2016年に K1 初代フェザー級王座2018年に K1 第4代スーパーフェザー級王座をそれぞれトーナメントで優勝して K1 史上初の3階級制覇を達成した 2022年6月、那須川天心に判定負けも2023年6月にフランスでベイリー・サグデンを KOC ・スカ・ K1 ルール世界ライト級王座を獲得して復活。2024年1月、ワン初参戦でキックボクシング世界フライ級王者スーパーレックに挑戦したが判定3対0で敗れている。戦績は41勝、25KO、3敗。会見に出席したタケルは、 初参戦で世界王者のスーパーレックと対戦させてもらいましたが負けてしまった。日本の皆さん、世界の皆さんにワンで勝つ姿を見せていないので、必ずワンで初勝利を挙げて次につなげたいと必勝を誓った。秋元博樹は入りやすいなし、モロッコ、とバンタム級キックボクシング、65.8kg 契約3分 3R での対戦が発表された。